私が大好きなフリップグリッドと同じく私が大好きなキャンバがコラボしたので紹介します。できるようになったことはとても単純で、フリップグリッドのバックドロップ用の画像をキャンバで簡単にデザインできるようになったということです。まずキャンバでフリップグリッドを検索してみます。するとフリップグリッドのバーチャル背景として横型と縦型、横型はウェブでフリップグリッドを使う場合、縦はスマートフォンでフリップグリッドを使う時のバーチャル背景になります。今回は横を選んでみましょう。するとこのようにいろいろなデザインが用意されています。気に入ったものを一つ選んでこのままダウンロードしてみましょう。推奨のまま PNG のままで構いません。分かりやすい場所に保存しましょう。次にフリップグリッドを開き、バックドロップ Use photo or video as backdrop を選択します。ここに先ほどダウンロードしたキャンバの画像を選んで開きます。はい、これだけで簡単にフリップグリッド用の壁紙を作成することができます。もちろんキャンバですからいろいろデザインを変えることも可能です。こんな風に簡単にフリップグリッド用のバーチャル背景を作成することができます。まあ、正直に申しますと別にわざわざねフリップグリッド用のものを使わなくてもサイズさえ合っていれば今までもキャンバでフリップグリッド用のバーチャル背景は作れたのですが、最初から用意されているということに今後の発展を感じます。私個人の願いとしてはいちいちダウンロードしてからアップロードしなくても直接フリップグリッドに送れるようになれば嬉しいなと思っています。超絶簡単なのでフリップグリッドもキャンバも使っているという方はぜひお試しください。